クは外してない。マスクは外して大丈夫です。はい、時刻は午後の、あ、失礼しました。お昼の12時を回りました。この時間は、おさむずイージーレディオをお伝えをいたします。ナビゲーターは飯島俊明です。そして、おさむずイージーレディオ、この方です。おさむさんです。はい、おさむです。こんにちは。こんにちは。はい、ぼちぼちあれですね。ライブたちが戻ってきた。うん、帰ってきたのライブたち。やっとね、なんか。おさむさんもね、この間行田でね。うん。いろいろやってますけどね。はい。うん、なってきたので、ライブに出られる関係の方、そして見に行く関係の方、くれぐれもお気をつけていただいて、うん、このまま復活していただけるようになるといいです、うん、まだね、マスクは外せないよね。それもちろんね、うん、あんまり、うん、騒ぐのもあれだろうけど、騒ぎたいよね、うん、で、楽しみましょうよ、うん、そうだよね。で、一番最初の方にこのクラスターとかなんとかなった世界なんで、うん、そんだけノウハウがあるじゃないですか。この間もいい感じで換気してさ、うんうん、だから我々はあの誰よりもノウハウを持ってる人たちだということで頑張りましょう。お、頑張りましょう、はい、これからもね楽しんでいきたいと思います。どんどんライブやりたいね。やりましょう、はいはい、はい、ということで今日のゲスト、この番組は関東近郊のアマチュアミュージシャンたちの皆さんをご紹介する番組ということで、今日もこのお二人に来ていただいております。おさむさん、ご紹介お願いします。なんだっけ男性女性のお二人組ですね。そう、あの男女ユニットで、男女ユニットでセレファイスのセレファイスです。間違えてないですか。はい、こんにちは。セレファイスです。呼び方難しいんだねよろしくお願いします。英語だそうですから、英語までは対応していきましょう、ね頑張りましょう。横文字なんで、はい、中国語か、韓国語近いでしょうか、アルファベットなんで、はい、じゃあご紹介、あの個人、はい、自己紹介お願いします。男性の方から。はい、セレファイスで作曲とキーボード、うん、ウッドベースを弾いております、うん、ユッケです。ユッケさん、お願いします。生だよね、女性の、はい、ユッケの話ね、今拾わないぞ、拾わないぞ、拾わないで、拾わないで、はい、そして、バイオリンを担当させていただいてます、マイです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、というお二人組、何人かいるうちの二人来ていただいたんじゃなくて、二人組で全員来ていただいたということですね。二人でね、あんだけの音楽を奏でるってすげえな。基本的にはキーボードとバイオリン、はい、場合によってはユッケさんがウッドベース弾いてる時のもあるというふうに YouTube で見ました。曲によって弾いてます。ウッドベースですね、うん、あんまりウッドベース見る機会があまりあるタイプの2人じゃないじゃないですか。いや、でも俺はそか、うん、そこそこ、まあ僕、まあ弾いたことなくもないですけど、うん、でもね、うん、あのいいよ、いいですね。あのセレファイスというまずバンド名の由来というか元になった、はい、こちらを先にお伺いした方がいいかな。あ、はい、はい、アメリカの小説家で、うん、ラブクラフトさんっていう人がいるんですけど、はい、幻想小説、ファンタジーの小説をいっぱい書いている方なんですけど、その方の書いた小説に出てくる都市の名前で、都市の名前だ、はい、アメリカの都市とされてる名前、アメリカの都市ではないです。ファンタジーだから架空の世界、架空なんだ。だから私たちの曲もちょっと異世界感漂う、ちょっと不思議なメロディーだったりとか、うん、ちょっと異世界を感じれるような、感じますよね、うん、ます俺たちだとちょっと入り込めなかった世界、今までにはあまりなかった、うん、そう、おわるしおじさんたちがあまりこう触れてこなかった、真面目で歌なし、うん、バイオリンがあるのにクラシックじゃない、うん、そう、かつてはあの
バイオリンの人をあのバンドに誘ってもそういう音楽はちょっとみたいなふうになっちゃったりしたんですけど、あの僕あのホテルの宴会場のスタッフを中南でやってたんですけど、そこではそういったクラシックの会がよく行われるわけの、バイオリンの方もたくさんいますし、ピアノがあるんですけど、スペースの都合とかで入らない時とか、キーボード、あのシンセサイザーを使うわけですね。絶対にピアノの音で、であまりこだわってないんですよ。あの一番安いのくださいって言って買ってきたんだろうなっていう音でやられるんです。この言い方では悪いんですけど、あまりそういったクラシックの方はシンセとかあまりこだわらないっていう感覚なんですよね。多分詳しくない。詳しくないのがよくわかります。でも珍しいですよね、うん、ライブハウスとかで活動したいっていうバイオリニストはあまりいないです。しないですね。変なやつ。もともと自分の曲が欲しくて。そんな二人が出会いから、そのマリさんの、はい、そう自分の曲が欲しくて、うん、作曲の勉強を始めたんですけど個人でですか。そうなんですよ。大学卒業してから、音楽の大学卒業してから、してから、はい、ね、やっぱ自分のオリジナル曲欲しいな、自分で書きたいなと思って、でもメロディーは出てくるんですよ、やっぱり主旋律なんで、うん、あれ中にね、そうなんですよ、メロディーはいくらでも出てくるのに、うん、それにつけるコードとかはやっぱ知識もないし、大学出てもそうやっておっしゃるんですよね。そうなんですよ、面白いコードはわかんない。そうなんですよ、音楽大学の人そうおっしゃる。そっから勉強始めちゃったんで、これはちょっと道のり長えぞと思ってそれでじゃあもうバンドに入っちゃおうみたいな。ほうほうほう。そしたら自分のパートは自分で考えられるんじゃないかなみたいな、ちょっと安易な考えからバンド募集サイトに登録して、でちょっと歌物バンドを東京で始めて、そうですね、その時に出会ったのがユッケで、同じバンドだったんです、はい、そうです。そこでベーシストとしていた。はい、エレキベースをする、ウッドベースでした。はい、ウッドベースそうなんです。どんな感じの曲だったんだろう。昔のカントリーとかに最近のエレクトリックの音を混ぜたような。面白そう。そもそも、ね、そもそもカントリーとかからエレキも始まったんだよね。そうだんだん戻ってくるんだよね。ありますね。だってベースってさ、はい、最初さ、あのドラム缶っていうかね、バケツにこう刺して1本だけこう弦のようなものを貼って、今でもやってる人いるよね、うん、今でもやってるけど、あれが最初だからね、うん、あれが最初だからね、それを知らない人は結構多いけど、多いよね、多くて始めてる人、それを始めてる人もまたいる。で、ね、ロックンロールなんていうのは、うん、黒人がブルースをやってて、それを真似しようとした白人が、うん、ああいうリズムしか弾けなかったっていうからロックンロール、ロックンロールがねできたというところで、偉そうに言っちゃったけど、おじさんたちがいろいろやってますね。そうそう、たまにこういうおじさんいるんですよ。言われ慣れて、言われ慣れて、また始まったやつ。出てるのこれ。というお二人の音を聞きたくないですか。聞きたいな。あのいろいろお話を伺う前に。早速1曲目いきたいと思うんですけど、なんかちょっと短めの曲があるということで、はい、はい、曲の紹介とか、あ、はい、ゆきさんお願いできますか。はい、イブニングスター、明星という曲で、この曲は僕たちが2人でユニットを始めるってなって最初に作った曲で、はい、曲名通り夜明け、幕開けみたいな、スタートの気持ちで書きました。こういうユニットもやりたいという気持ちで書きました。はい、それではお送りいたします。どうぞ。素晴らしいですね、いきなりそういうこと言える。素晴らしい。巻き合わせがそんなに緊張してないし、なんか思ったより緊張してなかった。もっと緊張してた。これかっこいいな、これ、うん、その曲調がある。それがね、歌ってるのもここから聞こえちゃうからね。アーティストだからやっても大丈夫。普通の人だと自分のコードがそのまま戻ってくるってなっちゃう。そうそう。なんか前のハゲ。あ、いい。誰の声？
ジオに載ってるまんまが書いてる。ここからも出てます。だからまあスナックでも出てる。なるほど。自分の声ってこうマイクと違うじゃないですか。うん、なってない人だと、ってなっちゃう。お二人は何ですか。はい、時刻は12時10分となっております。この時間はオサムズイージーレディオをお送りしております。お聴きいただいた曲はセルパイスでイブニングスターでした。今の曲があれなんですね。はい、初めて作った曲。あ、そうですね、はい、唯一となった曲。シンセで作ったって感じですか。そうですね、パソコンの打ち込みと、あと鍵盤は自分で弾いたりして作りました。それをマイさんに聴いていただいて、はい、あのメロディ作ったって感じですか。メロディーはなんかアレンジを加える感じだった。メロディーが先？あ、違う、ね、これは作って、ああ、なるほど、うん、なるほど。こういった曲をやるのはやりたかったことなんですか。やりたかったことです。そんな人がいるんだ。しかもなんかもしできるならその新しいジャンルの音楽の開拓じゃないけど、そういうのをやってみたかったんで、なんかこの異世界感漂う感じとかすごい、うん、好きなアーティストは何ですかって聞かれたら何ですか。好きなアーティストか、好きなアーティストは異世界感じゃなくてもいいと思うんですよ。アベリル・ラフィンとか聞いてたんで全然違うんですけど全然違う何でも聞く。とりあえずなんか今流行ってる曲みたいな言われたらもう全部とりあえず聞いてみて、あ、今こういうのが流行ってるんだみたいな、なんかとりあえず手当たり次第聞いてみたいな。なるほどね、そうなんですって。俺と同じじゃん。実は同じです。そっか、ずっとこのバイオリンはおいくつからやられてる。バイオリン始めたのは小学生の時とか。小学何年？何年生だったのかな。結構1年生と6年生では大きく違う。あ、確かにそれは低学年だったと思うので。バイオリンだけですか、楽器やってたの。やってたのはもともとピアノが先で、そう、ピアノをやって。ピアノが好き。ピアノ大好きでしたね。バイオリンは好きでした。バイオリンはなんかもうなんだ、友達がやってたから、やってたから始めて。ちょっと続けてたのはなんで続かった。続けてたのはなんとなく楽しいから続く。始めるにあたりバイオリンをこう手に入れなきゃならない。あ、はいはいはい。買ってって言ったら大体僕らの時代を。あ、そっかそっか。両親は買ってこなかったですよね。うん、買わないね。めっちゃ無理な。もう言い終わる前に断られる。かぶせてくるってやつですね。じゃあもう板だってそうだもんね。そうそうですね。相当だったよね。でももともとうち親が音大行きたくて。それもあったんで、もうピアノでもバイオリンでも何でもいいから。東京の人ですか、マリさん。はい。どの辺の方の人なんですか。埼玉。ああ、埼玉でそういう人いるんだ、この時代。マジで、羽生でいるの、そういう人。そこの市は言ってないよ。そうなんですね。僕の周りではいらっしゃらなかったやつですね。あ、そうなんだ。そしてユッケさんは、はい、楽器を始めたのは僕ももともとピアノはやってまして。どういうきっかけで始めるんですか。やりたいって言った。いや、もう気がついたらやらされてました。両親音楽が好きで。好きで音楽家ではないんですか。バンドとかはギタリスト、はい、趣味で。そんなお父さんもいなかったよ。かっこいいですよね。かっこいい。かっこいいやな。何のジャンルやってるんですか。ハードロックですね。まあ、お父さんいくつですか。50になりましたね。50になった。年下。年下。結構年下ね。ハードロックが好きなはずで、そこね。結構年下って言うな。
マジか。あ、それで、はい、それでバンドとかも興味、まあ、自分の子供にあのピアノやらしましたよ、それ。はい、やマジで。それで4歳からやらせます。それまではやりたかったもん、4歳から。マジで。うん、毎回チェック。俺何もやらしてないんだけど。それでベースを取ったのが。それで中学入って吹奏楽部に入って。うん、吹奏楽部ではホルン吹いてたんですけど、バンドやりたいなっていうのって、中学のうちに、はい、で部活の先輩たちとバンド始めて、中学のうちに、そうです、ホルンで、その時にベースを始めました。、はい、なかなかホルンが入る、ホルンで入ってほしいかな。そうですね、あと管楽器だろう、まだホルンは、ホルンでロック、ホルンでロックとか言いますか。はい、その時の、あの、はい、流行ってたバンドって何ですか、好きだったの。流行ってたレッドホットチリペッパーズとか。レッチリね。レッチリをやったの、中学。やりましたね。それでベースをやったの。やりました。難しかったです。骨の格好とかして。骨の格好はしてないです。してないのか、残念だな。は、袴を。そういう格好して。そうね。表裏を、そうそう、あの、本当わざとやったんでしょう。いや、知らなかった。知らなかったの。かっけえな、こいつら、バカだなと思って。それで高校生になるんですけど、高校では、はい、もう中学の時からバンドにドハマにしてしまって、うん、もう俺はプロのベーシストになるっていう決意で、高校入ってからもバンドを3つ4つ掛け持ちして。音楽関係じゃない高校。あ、そうですね、普通の高校、うん、音楽関係の高校があるからね。マジで地元にはなかった。あるんだ。ありますよ、高校っていうのが。ありますよね。すごい世界。すごい世界。音高出てきた人はすごいっすよ。うちは農業と工業。普通科とかもね、そう、この辺でよく聞く。商業とか。そうだよね。その中から選ぶ思うんだと思ってました。そうそうそう。そうですね。なるほど。そんで、その後は、はい、その後はベーシストになることを決意して、上京して、うん、はい、それから。じゃあ最初はエレキベース。あ、そうですね。で、上京してからいろんなバンドやってたんですけど、はい、だんだんジャズとかインストの曲にハマるようになって、それをきっかけにウッドベースも始めて。何歳ですか。ハッタッチとかですかね。あ、はい、ウッドベース、あの、ご存じない方、エレキベースとウッドベースって、まあ、なんとなく分かる方に、チューニングは一緒なんですよね。はい、うん、ただあのフレットっていうのがなくて、まあチューニングが一緒だから弾けなくもないんだけど、うん、フレットってこんなにいろんなことしてくれてたんだ。すごく気がつきますよね。いなくなって初めて分かるフレットが。フレットの入ったのウッドベースないかって散々探します。欲しいです。難しい。欲しいですね。未だに作り合いのものなんだ。線だけでも帰ってくるんだ。なるほど。それで出会うのは何歳ぐらいですか、お二人。25の時ですかね。はい。あ、25なんだ。はい。で、バンド活動を経て。で、7人組、ダンサー込みで7人組の。楽しそうだね。カントリーで。カントリーでいいね。はい。ダンサーがいて。ダンサーがいて。ギターって。ギターって。だったんですけど、コロナでちょっと。大人数で活動するっていうのはだいぶ難しくなってしまって、ちょっとそれをきっかけに、前から僕もインストバンドでリード楽器をやってくれる子を探してたの で、うんうん、でたまたまライブハウスとかで活動したい前を見つけて、うん、前と意気投合して2人で始めました、うん、じゃあ結構浅いっていうことは何年ぐらいなの。何年ぐらい。まだ全然3年くらい。3年くらい、まあ、え、あ、このバンド、この今の、あ、このユニットはまだ1年経ってないですね。あ、マジで。今年の1月から、年明けから始めました。マジで。コロナ関係ですもんね。そうです。あ、そうか。はい。じゃあいいタイミングだったってことだね。そうなんですよ。そうですね。何事も、まあ、メンバー感もタイミングで非常にありますからね。本当ですね。じ
じゃあ、あの前橋の駅に出たっていうのはもう何回目か経ったわけ。前橋の駅前。だってあんなのね、ライブ何回目？ライブ2回目とか。マジで？前橋の駅前で行われてるイベント、駅に出たイベントで、あのサムさんはお二人でご覧になったっていうこと。2回目だったんだ。2回目とか、そうですね。全然ね。はい。でもさ、すごいあの爆発踏んでるような感じがしてさ、今も見えるもんね。何年もやってる感じがするんだよね。雰囲気だけ。いろんなことだと思いますすごいな、この子。すごいね、今の子たちはね。そういう環境があるんだよね。我々のところもこの環境がなかったけど、あの何年かもいろんなことにもがいてきて環境は作れたのかな、少しは、うん、世の中に、うん、いや、わかんないけどね、わかんないけどね。でもそれ音楽をさ、うん、やりたい、やろうっていうのはさ、うん、いつでも変わんないじゃん。変わんないよね、やりたいのはね、うん、このままずっと変わんないといいね。変わんないよね、うん、その辺わかんないけどさ、衰退しないよね。衰退はしないと思います。ないよね。俺がいる限りで衰退はさ。そら、おさぶさんはいる限りはさ、そんな気がする。でも、あと5年ぐらいです。もう衰退しよう。まだもう10年ぐらいは頑張りますよ。でも、やばいと思うよ。ボロボロだもん。それは僕もかなりのせいです。頑張ります。頑張ります。その後はお願いします。その後はお願いします。君たちが。じゃあもう一曲聴いてみましょうか、うん、次はどんな曲ですか、先にそれ聴いて。はい、ザ・ネームレス・シティ、かっこいいタイトル、無名都市という曲です。はい、これは古代の遺跡をテーマとした曲で、どんどん時間が遡ってかつての繁栄を取り戻すようなイメージで書いた曲です。はい、すごい、さっきとマコフみたいな言うたでなと思ってました。それではお送りいたしましょう。セルファイスでザ・ネームレスシティ。このタイトルとかはさ、かっこいい。どうやってさ、これは、あ、これもやっぱり元ネタにしてる小説があって、うん、そこから想像して、うん、はい。そうなんだ。これのタイトルはさ、あ、そのパターンもあります。あとタイトルを作っていく曲っていうか、詩をさ、どんどんなんですね。必ずそうだって人もいますよね。タイトルが一番最初。そうするといろんなこう、そうですね。僕ももともと劇伴とかのインスト作曲家を目指してて、なのでもうあらかじめテーマとか CM になる企業とかが決まってて、まあ、お題に沿って作ってくるっていう。それ天才だ。いいえ。それだよ、ね。実は俺ね、高校2年の時にさ、それを狙っててさ、タバコのさ、曲作って、ああ、いいじゃないですか。ここで、あの、その頃にさ、ヤマハのなんとかっていうのを出したらさ、高校生でタバコの歌作るの。そうですね。確かに。曲とか詞はいいよ。いいけど年齢でハイライトはないだろ。確かに。これはメロディーも作る。これはメロディー作ったのか。これは。これはありそうだよね。メロディーがあったじゃん。はい、そうですね。譜面に起こして。いや、もう全部打ち込んじゃいます。で聞かせる。あ、聞かせます。聞かせて弾いてっていうのは弾いちゃう。弾いちゃいます、ね。弾けちゃうし、もっとバイオリンらしいかっこいいアレンジしてっていうのをやってくれる。そういうのが関係性だよね。このスキルと関係性だよね。かっこいいよな、バンベース。ありがとうね。かっこいいね。フレットベースの意味があるからね。エレキもあのライムの仮に持ってるあの上手そうなメイプルスバンド、こういうのもあ、やりますね。すごい頑張ってる。
これの言い方は人によって違う。あ、そうですね。我々はチョッパー。チョッパー。撮れた最高の、ね、まずはテレビサイトのこの曲一番ちょっとフィドルっぽくアレンジしてフィドルっぽくあれをやってたから、そういうバンドやってたから、あ、そうなんだろうね。でもこのユニット始めてちょっとフィドル勉強したんだ。フィドルちょっとだけ勉強。なんかさ、あのピンキーと絡ましたいね。ピンキーもダンスヘルプでこの間すごい感激だったんだ。あ、本当によかった。俺あんなにいいと思わなかった。あ、なんかピンキーってどっかへ聞いた。あれ、なんで多分俺からかな。そうですよね、サムさん。あ、マヨリン。あれ、なんでしたっけ。アコーディオンと、ボタン式アコーディオン。アコーディオンとドブロギターっていう、あの金魚がついてる。じゃあ結構民族系の、民族フォークアメリカのフォークみたいな。あ、いいですね。なかなか、あれ、どうしよう。ももちゃんのアコーディオンでさ、こんな感じで、あの、アイカンとかですね。それに、これ絡んだらかっけじゃん。やろうよ、今度。やろう。話が上手だよね、面白い。ラジオの番組持ってはいるので、こんな種類あるのか。喋りにさ、今喋りにしようよ。いやいや、一緒に、スガンでやるよ。みんな、すぐやれるよね。いや、コナンさんとかセンター、インキーズと、ユニットのライブやって。いいね。できた。ぜひお願いします。広いところでやってもいいんじゃないね。桜のイト。出た桜見た。キャパ的に難しい、ね。そうか。まだ締めホール。あの1月ね、スポーンと生まれて、それで、はい、屋外でまだ年じゃない。だね。まだ赤ピーナス屋外。でも全然活動したい。一回した方がいい。はい、ぜひ。どこでやっても恥ずかしくないじゃん。ありがとうございます。それなりのことであるのか。はい、時刻は12時27分となっております。この時間はおさむずイージーレディをお送りしております。本日のゲストは男女2人のユニットセレファイスのお二人です。セレファイス、はい、お送り、お聞きいただいた曲はセレファイスでザ・ネームレスシティでした。素晴らしいですね。ありがとうございます。なんかさ、今だっけの曲でさ、最初の部分はさ、2個とかさ、楽器もね、うん、あの辺感じる、あの辺でも構わないかなと思ったんだけど、いい、後半はさ、全然もうバイオリンの意味が出てきて、うん、またウッドベースならではのそのフレーズが入る。憎いぞ、この憎いね。ありがとうございます。難しく、我々が聴いても難しすぎなくてね、うん、あのいろんな表現の方法があのライブやるときも MC の人がいてなんかいちいちそういうこと言うのもいいし、映像と絡んでるのもいいよね。あのそうだね、俺こうさ聞いててさ、ライブのバックにさ、その映像スクリーンでバーッといろんなものを流しながらっていう、うん、映像クリエイターの人と組んで、それなりの方じゃないと。すみません、あのその映像クリエイターの気分で今聞いてます。僕もそうですけど、やってるみたいな気分で言いますけど、いらっしゃればぜひ、ぜひぜひください。あの高校の時にさ、そのシミホールで、うん、山田シミホールね、バックで原爆の、その、うん、あれを稽古の音を流そうと思って、広島のいろんなところがあったりさ、貸してくれないんです。交渉したおさむさんがいくつ？高校
ライブやりながらさ、そういうさ、映像とかも一緒にさ、あの絡んでくるわけ。いろいろと。そうそうですね。ポールマカートニーもあのロング＆ワインディングロードって曲のバックにそういうのをたくさん流したかったんだけど、いろいろとあったって言ってました。っていう記事を読みました。そうですね。だからさ、今の曲なんかもさ、あるのにユニットと合体させたら面白いんじゃないかっていう話を、そうですね、はい、あの聞きながら話をしてた。映像が先にあって後から曲を当ててもらえるとか、まあ、静止画じゃなくて動画もね、あの、なんだっけ、あの、出てこないバンドで、いや、気になる、出てきたらいいですよ、はい、僕もよくそれになりますから、はい、そうですね、映画の、はい、ね、BGM とかも、あ、そうですね、もともとインストに興味を持ったのは、うん、そうやって、言語に、言語問わず、ね、いろんな映像とか、幅広く BGM としても使えるっていうところに魅力を感じて、インストユニットを始めたので、なるほど、はい、ぜひ使ってください。 YouTube の概要欄とか書こうよ。はい、あ、書きますね。そしたらそういう人見つけてくるんだよね。はい、ハッシュタグもつけて来てください。YouTube を探していただく際にはですね、カタカナでセレアイスで僕も使います。あ、はい、はい、はい、ちなみにアルファベットで言うと CELEPHAトリマーですよ。トリマーっていうのは愛の上の点が2つになってる。トリマーってやつ。これで検索するとあの山が出てくる。ああ、そうなんですね。そうですね。このお二人の CD ジャケットの絵みたいなのが出てきたりする。はい。それなりちょっと探してみていただきたいと思います。まだそんなにライブ映像とか演奏映像があるわけではない。あ、そうですね。でも一応今年1月から始めて、うん、1ヶ月に1曲を目標に演奏動画をアップしようということで、今動画いくつぐらい？今、オリジナルの動画が5曲とカバーの動画が2曲、うん、カバーがあるんですね。はい、どんな人をカバーしてるんですか？1曲が博士太郎さん、はい、何ていう曲ですか？ひまわり。何曲？この曲は、コールドプレイ。ああ、はい、海外版です、はい、リバラビバっていうの、はい、オリンピックに合わせてちょっとスポーティーなカバーをしてみました。で、近々この辺でも演奏していただく機会があると伺っているんですが、11月の今月の、はい、13日にですね、はい、石川よいつに出ていただくと、はい、マジで出るんだ、はい、あ、すいません、出ていただくことになります。ありがとうございます。時間としては17時分からの開始となる。はい、夜会うよね、多分夜会うと思うので、暗くなった時間にさせていただきました。夜中にやっぱりあの気持ちとかない、19時になるかと。なくなっちゃう。場所としては元映画館だったら、もう見る前あたりに行ってもらいます。はい、今回あのどのくらいでの今回はですね、あの4バンドで、あの音があんまり長くとかないやつでやんなきゃならないタイプです。ということでは誘いできなかったです。あ、俺のこと？はい。今回こうそういうやつ。おなじみのやつです。すいません。ぜひご覧になってください。YouTube もね、ご覧になっていただきます。はい。そんなお二人の今後の夢というか目標は、はい。まだ始まったばかりの、やっぱりインストバンドなので、いろんな。インストっていうのは、あの歌なしというか、ね、そうですね、歌なし。インストルメント。はい。はい、いろんなところで、曲を使っていただきたいっていうのと、うん、もっと自分たちの世界観に合わせた、レベルの高い楽しんでもらえるようなライブをできるようにして、いろんな人に見ていただきたいですね。そうですね。今
今動画がたくさんある時代じゃないですか、はい、いろんな人がやるんですけど、どんなものでも大体合わせこうそれに合わかった BGM っていうのが作れますか。あ、もうちょっとこうワーイみたいな。そうですねワーイみたいな、はい、陸上競技とか。あ、そうですね、僕がもともとその企業や、はい、はい、CM や企業なんかの、劇伴の曲を作ったりする作曲家を目指している、目指していた、目指しているので、うん、はい、何か、はい、企画やテーマや CM などあれば書きますので、ぜひ。いや、俺も書きたいな、そういうの。それはみんな書きたいですね。みんなで書きましょう。儲かりそうなんで、そんな気がしますね。演劇なんかもね、演劇なんかね、あのロックバンドがあのオーケストラボックスに入ってる演劇なんかいくつか見たことあるんですけど、そんな感じで今は全然ありだと思う。うん、演劇人ではなくて演劇部を作っちゃった。すごい本気じゃないですか。その時の BGM ってどうしてたんですか。バックにかける曲を考えてなかった。曲を使うっていうことを考えてなかった、うん、そういう時代ですよね。もう今は中学生の演劇でもすごいどこから探してきたのないしっていうのを使うんですよ。だろうね。その頃何も著作権は大丈夫ですとか言い出す、そんなこと言ってないよ。何も考えてなかったからね、うん、そういう時代でしたよ。神田の保証券で台本さ、古いですよね、東京の神田の、そう台本を買ってきたってやつですよね。そうそうそう、そういう時代さ、そういう時代を得て今こういう時代があってこういう形が生まれた。いいね、いいですね。ぜひご視聴お越しいただければな。あ、はい、ぜひ、はい、来てください。はい、聞いてね、よくないけどさ。よかったらよかったら、はい、あ、寒いな。あったかいお飲み物とかもたくさんね。名前の通りです。寒いの好きなの。おー寒い。おー寒い。めちゃくちゃ俺この時期って最悪だな。これからまだ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 そうやってなってくじゃないですか。赤城おろしやさ、寒いんだよ、熊谷って。赤城おろしってわかりますか？赤城山。赤城山。赤城の山から冷たい風が降りてくる。それなんで表現がちょっときつくなっちゃう。なんで表現するんですか。すごく流行ってるんですけど、それ伊勢崎の方で、うん、そう、もうの方で言ってるんですか、この辺の、ね、うん、はい、アニオスカカデンカとか、はい、ではということで次の曲なんですけども、次はどんな曲になりますか。はい、クラシックのドビュッシーという作曲家、うん、はい、とても好きで、はい、その方の甘いのも神の乙女という曲を、ちょっと現代チックにセルファイスチックにアレンジしてみた曲があるので、クラシックカバーですね。はい、はい、はいはい、それではお送りいたしましょう。セルファイス甘い神、甘い神の乙女でしょ。甘い神の乙女。親戚所とかじゃなくて、はい、そういう人なら知ってる。そういう人がたまたま引退するっていうので言ってもらいました。そういうことか。引退するんだ。俺も腰が痛くて。ベースなら腰痛くてもできそうだけど。バイオリンだってめっちゃ高いじゃん。高いんだよ。なんでバイオリン買ったの。音大行かせたこと。でもエレキは自分で買いましたよ。エレキバイオリン。はい。そんな高いの。まあまあ買える。まあまあ買える値段だったから良かったけど。あの小さいバイオリンから大きいバイオリンまで売ってるみたいな。ああ、はいはい。ああいうのは謎とかなってるから。ちっちゃいのから始まって良かったね。上から始まった。始めま
10分の1くらいかな。10分の1、うん、あれが金かかるんですね。そう、すぐ大きくなっちゃうから、すぐ大きくなっちゃう。じゃあ大きいんだよね。この腕のサイズに合わせてちょっとずつ、ちょっとその辺サッカーシューズとは違い。うちの息子ずっとサッカーやってて、どん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 さ靴が大きくなっちゃう。その度にさ買わなきゃね。くそ、こいつは何足もこんなシューズ持ってんだよ。俺なんか一足しかねえだろ。大変だ。子供はすぐ大きくなるから。でその時さ。12ぐらいだと、これと同じ足のサイズ共有してた。親父、俺の靴買って使うんじゃねえ。靴で、確かに勝手に使ったりなかもしれない。それは嫌だ。それは嫌だ。靴勝手に使われるってかなり嫌だ。だソックスなんてさ、結構共有してた。ソックス持ってたかも。あれ、上の子供ってさ、はい、どっちなの？男です。男なの？サッカーやる。サッカーやる。54分まで。あ、そうなんですね。54分にちょうど終わり。はい。最後のボタンボタンの結果、54分に終わりがかかってきて、上からと思うんですけど、はい、僕が近くに来たらどこで終わってもいいです。さよならって最後に来てくれて、バイバイ。来年からちょっと熊谷在住のドラマをメンバーに、そんな人が見つかったの？はい。え、マジで？こういうことがやりたいってドラマを見つけたの？そう。なんていう人？高橋さんって人若いんでしょ。33、34ですね。会社の同僚っていうか上司なの。ええー。そんな人。いろいろとこう面持ってるね。もうすごいね。はい。なんでそれをせっかく熊谷なんで話せた。はい。どっち系のドラムだったか。ジャズフュージョンですね。あのビビナグリップで。いいな。なんで、はい、来年もパワーアップして、そんなドラマありますかね。そうですね、本当に叩けない。レギュラーグループの人なんかあんまりいないし、昔さ、アメリカの黒人と8ビートの方が違いますか。スイングしてないと8叩けないんだよ。通じねえから。はい、時刻は12時43分となっております。この時間はおさむずイージーレディをお送りしております。ただいまお送りいたしました曲はセレパイスで甘い髪の乙女。甘い色の髪の髪が甘い色の髪が甘い髪の髪が甘い髪の乙女。ドビッシーすげえな。そんなドビッシー攻めないですよ。甘い色の髪の乙女。はい、噛むの珍しいよね。はい、ね、ドビッシュだから。はい、ということでね、お送りいたしました。超いいですね。ありがとうございます。うん。元より聞きやすいなんて言い方したら失礼ですけど。二部を中心に作ってるので聞きやすいかもしれない。クラシックをカバーとかしたことありますか？はい。曲にしたこと、見たことはちょっと一時ハマったんですけど。コードを当てるだけでもなんかこう悪い気がするって感じ。ね。民謡だった。民謡。民謡は結構ありました。だったね。結構こういうクラシックカバーもやってこられたんですか。この曲はセレファイスでは初ですね。なるほど。はい。今後はねこういうのも。はい。いろいろやって。いいですね。クラシックの時代ってああいう楽器しかなかったからああやって作って、今もしあったらこうなんじゃないかな。あ、そうですね、はい、よく言いますけど、うん、お前が言うなんていう顔をよくされますけど、うん、俺もそういう顔してあの見慣れた顔してますね。そういう顔されますけど、ま
はい、そんな、お二人組のヘルパイスに新たなメンバーが加わる決定ですか？決定ですね。楽器としては、はい、ドラム、パーカッションです、ね、ドラム、パーカッション。今みたいな、このバンドに入るドラマーというのは、サムさんだったらどんなイメージですか？ツーバスですごいこう、ヨシキみたいな人ではない、そんな感じだな。面白そう。ヨシキに言ったらやりそうですけど、昔の X ジャパンの時のヨシキ。バイオリンにすごく、今バイオリンがいますからね、うん、X みたいな。あ、そうなの？そうそうそう、杉蔵さん。あのエレキギターのバイオリンね、めっちゃいいっすよ。かっこいいよね、はい。どんな感じの方ですか？はい、熊谷在住の方なんですけど、どんなドラムを叩く、はい、ジャズやフュージョンとかを中心にいろいろオールマイティにできる素晴らしい。そんな人いました？見てちゃいました。見てちゃいました。見つけちゃうんだよな。いないと思った。泣かないですよ、そんな。また怒られる、また怒られる。そんなことはない。いっぱいいる町、熊谷ね、たくさん来れば、熊谷行田は多い町だと思います。本当に、はい、はい。他の、埼玉県内の他の町とかを巡ってみて、うん、住んでみて、うん、すごく思います。行田も多い。DJ なんかの人もたくさんいますよ。怖い。たくさんいる。羽生にはいねえだろ。いないじゃん、いない。怖っ、怖っ。羽生の人も聞いてる。そうそう。ダメ。いや、羽生のミュージシャン結構知ってるよ。ね、知ってるし、道の駅なんかでね、結構頻繁にライブやられてたり、うん、お店もそういうのやってる、うん、ね、一生懸命羽生をフォローしてます。有名なライブハウスもあるし、そうそう、はい、すっごい有名なね、なんとかワンっていうテイクワンのサダストリビューも、柿沼さんのお兄さん、そんな、そんなところ知ってる？こないだ初めて行かれたんですか？はい、遊びに。なかなかコアなおじさんたちがいたんですか？楽しかったです。あ、それで演奏したの？あ、演奏は見てきた。はい、見てきただけで。今度演奏しちゃっていい？ちゃっかり。口ぶりが変わると思うよ。ちゃっかり CD を置いてきたら、お店にかけてくれてるみたいです。そう。嬉しい。ありがとうございます。他にもあるの。どうぞ失礼します。あ、それでしちゃったじゃん、テンポはね。ちょっと、ドキドキしながら言ってみましたけど、はい、その旨、機会があったら言ってたって言ってですね。はい、はい、ぜひ、はい。ということは、いろんなところでまずは、はい、ライブやっていくっていうところから始まるんですかね。そうですね。来年はね、もっとライブができる環境が良くなると思います。はい、戻ってきてほしいですね。いろいろと誘いをさせていただきながら、いろいろおじさんたちライブの予定を見て、間もなくかなと思って、今のうちに今準備するところが盛り上がってたんで、ぜひぜひお二人、おじさん大変なんで、おじさん大変。大変さ、手伝いますよ。若い方が立っていただく場所、それをこうご覧いただく方、うん、だ自分のライブやるところじゃないんだ。一緒にやりましょう。やりましょう。ね、サムさんのライブは YouTube 見たっていう方がなかなか好評ですよ。マジで？はい。この間ココモさん、餃子のココモさんやる。はい。バンドの方じゃなくて。バンドの方じゃなくてですね。バンドね、やっと来年あたりみんなの前に行けそうですか、うん、出られそうな感じがこの間ね、うん、LINE、うん、グループで盛り上がってきました。行けそうな感じになってます。どうできるかな、はい、大体そんな風にね、来年待ってきたので、お主流大変なことになるよ。主流っていうバンドやってらっしゃるんですよね。そう、はい、やってられる、やってられる、そういう感じなんで、ぜひバンドも活動もそういったライブ運営も、うんうん、お手伝いさせていただきますので、あ、それで今月の、はい、前橋行きを何やるかわかんないけど出ます。はい、行われる日はいつだっけ、20日
20日日曜日かな、何ですか、土曜日、土曜日ですね、うん、何時って忘れちゃったけど1時ぐらいからね、はい、あのよろしかったら、ね、はい、4音がひらがなでしたよね、うん、駅の感じで8分音プロンやっていただくっていう風になっております。そういうことが始まりつつありますので、気を引き締めてここで緩まないで頑張っていきましょう。頑張りましょう。ということで今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そのお二人でした。はい、この時間の最後の曲聞こえてきております。この時間の最後の曲はオサムズエンディングという曲にさせていただいております。なぜならばエンディングに使うからって勝手につけたんです。その曲勝手にタイトルつけたのは初です。はい、ということで頑張っていきましょう。いろいろありがとうございました。はい、ナビゲーターは行きましょう。シャキアお送りをいたしました。今回もね、あの YouTube にこれ、うん、はい、まあ、アップさせていただきます。いつもこのチャンネル。来月も、うん、あのゲストがすごいんで、お楽しみに。来月もお楽しみください。第1日曜日の12時からとなってます。はい、はい、それでは今日は、そのお二人ありがとうございました。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 お疲れ様でした。55分から生 CM を読んでもらいました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。楽しみにしてます。自分も後で聞きます。あ、毎回です。はい、はい、ありがとうございます。MC も入ります。すごい。MC が今聞いたことをもとにこういうこと言いますっていうのを、すごい。喋るのあんまり前から得意じゃないから。そう、得意じゃないです。あ、俺もめちゃめちゃ苦手なんで。MC が入るライブはありだと思います。ちゃんと、でも今日は声は出てたしさ。そうそうだ。今ライブハウスだと物語の朗読を曲の間に入れるって超いいじゃん。そういう感じの方が合ってるかなと思って。そういうのを読む役者さんとかいてもあーいいですね。それもやりたい。そしたら映像の方に集中できる。ナレーターを紹介して映像の集中力引っ張られますよ。もうなんか MC が不安すぎてなんか演奏に響かったりやってる時もあり。すげえ良かったです。